どうもやるくなまチャンネルと申しますわけですね。僕は投手味方オーダーでやったりやって勝てるまで終わりません。やっていきましょう。はい、打順こんな感じになってます。各ポジション僕が持っている選手で一番守備がいい選手ですね。ライダーはなしでいきたいと思います。それではいきましょう。さあマッチングしました。さあ行きましょうか。いかにしてこの打撃が弱いところで点取るか勝負ですね。はい、古田さん持ってないんでね、ちょっと古田さんまた出てほしいですね。よいしょ。いやー、失投はホームランにしろ。もう1点取っとこう。やっとこだ。さあ守備型オーダーの本領ですね。最強です。少し S3 人おる。こんだけバックがついて投げるの安心やん。サブスピー、オーケー。3本、守備型オーダーが最強ということをね、マシマシめてあげましょう。QA の近さんですからね。ロッテスと同格ぐらいに強い。アーティストたちを抑えていく。サブスピー、オッケー、完璧です。結論、メルセデスが強い。ありがとうございました。